嵐の前の静けさというか、このこれから四十数人来る前のこの静かな感じも好きです僕は。地味に右腕使いますこれ。水が1リットルに、粉が 1660g 入ってますね。まとまってきたようには見えるけど、これでまだ道半ばに行ったか行かないか。大体1枚分のピザって何グラムぐらいなんですか？うちは225で。結構しっかりやってると少し息も上がってきます。でこれまとまってはいるんですけど、このなんていうか表面がまだなんか荒々しい感じがお分かりいただけるかな。これもうちょっと混ぜ込むとこうつるっと綺麗に滑らかになっていく感じですか。はい、はい、後でそれはお見せできるかと思いますが、はい、はい、混ぜること十数分。あらかた生地がまとまってきて9割型。ちょっとさっきと比べて分かりますかね。ちょっと滑らかというかツヤツヤというか、やっぱ生地感が出てきましたね。はい、しっかりまとまってきて、このぐらいまでいけばあとは一回寝かせるっていうか放置。あ、これで放置の状態ですね。はい、相当でも力入りそうですね。結構地味にこの力使ってます ね、はい、もう店長汗びっちゃう。あんま見た目わかんないか。さっきよりは明らかにこう生地がまとまってる感じに。さっきから90分後ぐらいですね。はい、